ちは赤ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃんじゃじゃん。はい、あとはタタン、まあ、人気のね地球グミからね、いろんなグミ準備したんですけど、今回やりたい企画はポーン。はい、ちょっとね、一昔前にはグミでタピオカ風にするものがしなこちゃんが考えたのかよくわかんないんですけど流行ってました。ただ僕ね、違うもっとタピオカっぽく作れる方法をこの前のフィットチーネ生活でね一個学んだことがあるので、まあ簡単に言うと前のしなこちゃんのやり方、このねこれ粒グミとかのカリカリな部分はお湯で溶かして中のプニプニのグミを取り出したのがタピオカっぽいんですけど、僕がやりたいのはフィットチーネグミの時もやったんですけど、グミを、まあ、サイダーとかお水とか液体だったら何でもいいんですけど、ジュースとかに4時間ぐらいつけることでグミがサイズアップして、食感がムニュムニュなグミがプルプルに変化するんですよ。だからハリボーを入れてムニュムニュからプルプルのちょうどいいところでやめればタピオカの食感を再現できるんじゃないかと思って、今回こちら試したいと思います。そしてね、作り方もとっても簡単で、ただサイダーの中にグミを入れる、それだけなんです。そしてね、せっかくだから流行ってる地球グミとかねもうサイダーに入れることでサイズがアップするのか、食感はどうなるのかも検証していきたいと思います。それでは行きましょう。これね、なんかしなこちゃんのお店の買った時にもらった容器。それではサイダー注ぎます。お、あわわ、美しい。ではちょっとね、いろんなグミをね入れてみようかと思ってて、まあ粒グミはしなこちゃんの動画では外側外してたんだけど、これ入れっぱで溶けるんじゃないかなと思うので入れます。そしてハリボー。ハリボーはねグミとして結構食感が固めだから、ハリボーで4時間ぐらい置くのがベストなんだけど、ハリボーゴー。はーい、こんな感じです。シュワシュワ、すごい。で、果汁グミとかね、良さそう。果汁グミいきます。ちょっとサイズ大きいかな、果汁グミ。ストロー取るか不安だけど、果汁グミも4つぐらい入れよう。うん、いちごの果汁グミ美味しい。サイズ感も大きくなるから膨らむからあれなんだけど、とりあえず今こんな感じです。じゃじゃーん、綺麗、とっても綺麗です。はい、で地球グミいきますか。これは映えるぞ。いけ。おお、浮かぶ。浮かんだけ。浮かびます。ちょっと目玉も入れようか。浮かぶのはちょっと予想外だったな。よし、こんな感じでいいかな。では蓋をします。はい、完成。目玉はちょっと怖いけど、まあ今流行りのグミということで入れてみました。ではこれから4時間置きまーす。ちょっと目玉グミだけね、やっぱり邪魔してて、地球グミとここ2つがほらもう揺れない感じ、なんかちょっと目玉だけ回収して食べます。目玉だけ。うん、ではこちらで様子見します。はい、2時間半経ちました。こんな感じで地球グミがめちゃ大きくなってる。地球グミが浮かぶんですね。で、ね、思ったんですけど、炭酸はね抜けちゃうから、こうやって後から入れるのがいいかもしれません。こうやってね、うわーお、はー、うわー、すごいすごいすごい。あー、なんかバスボムみたいになってるね。ほらー、バスボムなのっていう感じです。このようになっております。うわ、ラッシュみたい。じゃあちょっとこのグミたちを少しほぐして、タピタピ、2時間半でどんな感じになってるのか。うわー、すごい。ではいただきます。まだちょっと硬そうな雰囲気はあるけど、タピオカだからね。ちょっとハリボーどれぐらい大きくなったかを比較したいね。ハリボー吸湿、まだそんな変わってない。はい、ハリボーを見てみたんですけど、一回りぐらいしかまだ大きくなってないか、これちょっとまだなんですけど、うん、一回この状態タピオカになってるのか比較します。普通のハリボーの食感を覚えてどれぐらい変わったのか。あ、高いね普通のハリボー。うん、2時間半ハリボー。これでまだダメだったらもう少し時間置きます。うん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 、芯が少し残るけど、うんうんうんって感じ。2
2時間半ちょうでもちょっと早いかもしれないからもう少し置きます。当初の予定の4時間置きます。途中経過はこんな感じです。はい、ちょっとお風呂入っちゃってて5時間経っちゃいました。はい、こんな感じです。わーお、見てこのハリボー。うわ、ハリボー、ハリボーの周りがさ、なんかわかる、透明になってね、膨張してる感じだね。そうで、これさ、みんなほらピント合ってないように見えるでしょ。このドリンクの横見て、ちゃんとピント合ってんの。このハリボーがね、ピント合ってないように見える。ピントこれバッチリ合ってます。ほらバッチリ合ってますよ。ピント合ってこれってやばくない？さあ大きさ比較しましょう。大きさ比較タイム。果たしてハリボーはタピオカになってるのか。5時間、結構いい時間置いたよ。でかい、確実にね、見て見て、ハリボー確実にでかくない？でかいでかい、でかいよね。でかい、ほら。見てサイズ比較、こんな感じで大きくなってるよ。果たしてタピオカになってるのか。普通のまずまたハリボー食べよう。硬いよ。5時間ハリボーでかい。これ得した気分するね。さっきの2時間半と比較しよう。中心に硬いハリボーが少し残ってて、周りはプルプル。弾力はもうタピオカ。タピオカって味ないけど、味は思いっきしグミだから、グミ感強いですけど。ではちょっとね、地球グミがね、やばい。もうなんか地球グミがブルブルになっちゃってさ。ボールはこれです。ちょっと地球グミいただきます。グミタピオカいただきます。ちょっと地球グミが本当に気になる。そんなに変わんないんですよね。周りが削れてるから、削れてる分すべてかき集めれば大きくはなってると思うけど、まあ一回り気持ち大きくなったかなぐらいです。それでは地球グミいただきます。全然食べれない、無理だ。これは最後だな、最後に飲む系なんだな、この楽しみ方は。ではいただきます。グミタピオカ、グミタピ。これは今のは粒グミかな。周りのコーティングは溶けてて、中のグミだけ出てきてます。で、中のグミもちょっと周りがプニってしてタピオカっぽい。ダメだ、ハリボーがストロー通んないこと気づきました。今お風呂上がりだから本当にちょうどいい。え、ハリボー来てる、ほら見て、ハリボー。まあタピオカにするならハードだけどね。ちょっと固め。周りはゼリーっぽくなってるけど、中はグミの芯が残ってる感じね。他にさ、果汁グミ気になるな。普通にもともと柔らかめだから、果汁グミいただきます。ハリボー硬すぎるけど、果汁グミの方がまだタピオカっぽい。まあでもね、中心の芯の中身はまんまグミだから、だいたいみんなも予想できると思う。周りはプルプル。すごいよこれ、ほら綺麗、宝石みたい。地球グミがちょっと失敗してる。浮かぶんだよね地球グミ。ほらなんか普通のグミと違うのかな。美しい。ゼリーってゼラチンで、グミもゼリーになるから、ほんとゼリーとグミの中間って感じで、まあ、食感的にはタピオカっぽい。でも味はグミ。そしてサイダーとは合うからね。地球グミがあるから、なんか美味しそうに見えないね。映え失敗してるけど、地球グミがこうなるとは。では、地球グミいただきます。オッケー、刺さった。いや、抜けた。食べれない地球グミ。強敵だ。来た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 、絶対来た、ほら。地球グミってふわもちな感じなんだけど、シュワが入った。シュワ、ふわ、もち。ダメや地球グミ。地球グミは失敗したんですけど、ハリボーはすごく美味しくできて、夏はサイダーとグミ最高だと思うので、カラフルで映えるから皆さんもぜひ作ってみてください。バイバーイ。